人におけるガス交換。酸素と二酸化炭素が、毛細血管と肺胞の間でインにアウトしている。ガス交換とは、呼吸器官により、体内に酸素を取り入れ、体内から二酸化炭素を排出することである。なお、人における外呼吸は、肺でのガス交換とほぼ同じ意味を持つ。右心室から蒸脈血が、肺動脈を通り肺へ入る。肺は、酸素分圧が高く、 血中では低いため、肺と血中の O2 の濃度差が駆動力となり、O2 は肺から血中へ拡散する。逆に二酸化炭素は同様の原理で血中から肺へ拡散する。CO2 を失い、O2 を受け取った血液は動脈血となって肺静脈より左心房に入り、左心室から大動脈を介して全身に向かって白出される。 この血液は抹消に達し、毛細血管に入って体組織との間で呼吸ガスの交換を行う。なお、右心室から左心房までの一連の工程を肺循環と呼ぶ。肺核酸能が低下する疾患に肺線異常や慢性肺気種がある。肺線異常は肺の間質が厚くなるため膜圧が厚くなり肺核酸能が低下する。慢性肺気種では 肺胞が破壊されて、拡散面積が小さくなるために、肺核酸能が低下する。また、ガス交換の効率は換気と血流のバランスによって、決まる。すべての肺胞が均等に換気され、かつ均等な血流を受けるときの肺胞気ガス組成を、理想肺胞気という。核酸能の低下や、肺の血流シャントがなければ、動脈血のガス分圧は、理想肺胞気のガス分圧と、 同じになる。しかし、実際の肺では健常者であっても、換気、血流比は均等ではない。理想肺放棄の酸素分圧と実際の、動脈血酸素分圧との差を理想肺放棄、動脈血酸素分圧格差といい、換気、血流比の不均等分布が存在すると、AAA 度には増加する。外呼吸のガス交換の概略図。酸素を含んだ空気を吸気し、 細胞呼吸で酸素が減り二酸化炭素が多くなった血液と空気の間でガス交換し呼気として吐き出す。ヘモグロビンなどの呼吸色素が酸素の98.5%を運ぶ。二酸化炭素は人間の場合はヘモグロビンと結合したカルバミのヘモグロビンが約10から23%炭酸脱水酵素で変換された。 炭酸水素イオンの状態が70から85%、あとは結晶に溶解した二酸化炭素の形で肺に送られる。ありがとうございます。